こんばんは、森本健太です。皆さん、ゴールデンウィークは楽しみましたか？広島は山もあるし海もあるし、いいですよね。さて、今日のお題は、おー、気になりますね。健太君、はじめまして。僕、モシカ。今日はみんなが暮らす町でぜひ活用してほしいものがあるんだ。それが犯罪発生マップ。ほうほう、広島ならではのキャラクターやね。まずは少し気になるデータから。研究によると、女性や子供を対象とした不審者情報は1日に 4、5 件あり、年々増加傾向にあるというんだ。なんや、けしからん。自分たちが暮らしている地域でどのような犯罪がどのような場所で起こりやすいかということをあらかじめ知っておくということはとても重要なことなんですよ。そこで活用したいのが犯罪発生マップ。犯罪などの発生状況を地図上に表示し、我々が暮らす地域の防犯意識を高め、その安全に役立てようというもの。県警のホームページで利用できるんだ。これ早速活用したいですね。わかりやすい。使い方は至って簡単。まずは調べたい街をクリック。出てきた犯罪マークをチェックすると、どんな内容でいつ起きたのかなど詳細な情報が出てくるんだ。公開される情報はいわゆる不審者情報や犯罪情報など19種類。ホームページ上で、様々な情報が得られるので、一件でも被害に遭われる方が亡くなればいいと思います。ぜひ皆さん活用してください。みんなで防ぎましょう。実際、犯罪発生マップを地域の防犯に役立てているところもあるんだ。いいことですね。ホームページを見ながら、防犯の役員の方々と一緒に、パトロールをし、住んでよかった長浜学区の実現のために、日々パトロールを頑張っております。地域の見守り活動に参加するお母さんにも好評のようだぞ。県警の犯罪発生マップをチェックしたり、携帯に最新の情報が送られてくるように登録しておりますので、日頃から子どもに伝えて防犯の意識を高めていきたいと思っております。お母さん、動画一つお願いします。犯罪が起こりやすい場所を知れば、そういった場所を避けて防犯活動に反映することができます。皆さん一人一人に防犯意識を持っていただき、安心安全な地域づくりを心がけてほしいものです。犯罪発生マップ、健太くんもぜひ県警のホームページでチェックしてみて。他にも広島電鉄の電停などにある QR コードを読み込めば携帯でも見ることができるから、みんなに伝えておいて。任せてちょうだい。これは健太くん、今日はどんなことを感じたかな？地域を守るっていうことですかね。僕たちが暮らしやすいこの広島をね、作っていくには安心安全っていうのは欠かせないですから、犯罪発生マップなど有効活用してみんなで守っていきたいですよね。次回は年に一度は特定健診をテーマにお送りします。長崎県からのお知らせです。長崎県と中国上海市を結ぶ定期航路がスタートしました。およそ1000人を乗せ、長崎上海間を26時間で運行できるオーシャンローズ、ローコストエンターテイメントシップをテーマに掲げ、低価格で上海への船旅が楽しめます。ぜひアジアの玄関口長崎県にお越しいただき、上海への快適な船旅をお楽しみください。広島の魅力を伝えるキーワードは瀬戸内広島宝島です。